今回は中華風の肉じゃがの作り方を紹介します。紹興酒と香辛料を使ってみることでまろやかで香りのいい肉じゃがに仕上がることができます。それでは作っていきましょう。材料は牛バラ切り落とし 230g、 じゃがいも第2個を大きめにカットしたもの、人参乱切り1/2本、玉ねぎの口切り1個、下ゆでしたりんご 20g、 にんにく6粒、生姜スライス 10g、 粒山椒各少量です。調味料は紹興酒 60g、 ざらめ 30g、 醤油 20g、鍋に紹興酒とザラメを入れ火にかけます。紹興酒を沸騰させザラメを溶かしながら加熱していきます。鍋を固く煮てガス台に火を入れアルコールを飛ばしていきます。破裂のないガス台で行う場合は直接着火マンなどで火をつけアルコールを飛ばします。ザラメがしっかりと溶けてアルコールを飛ばすことができたら醤油を合わせていきます。沸騰したらすぐに取り出しておきます。鍋にごま油を大さじ1を入れ、牛肉を炒めていきます。牛肉は全体の色が変わってくるまで炒めていきます。このくらいまで炒めれば OK です。炒めた肉は別の鍋に移しておきます。肉を炒めて出てきた油を使い野菜を炒めていきます。まずはニンニク、生姜を入れ炒めます。人参と玉ねぎも入れ炒めていきます。肉の油を野菜にコーティングするようにして炒めていきます。
ニンニクと玉ねぎをある程度炒めたら、じゃがいもも入れます。じゃがいもも炒めておくことで、煮崩れすることを防ぐことができます。このくらい炒めたら肉と一緒にしておきます。そうしたら調味料を入れ煮ていきます。水は一切使わず、調味料と野菜から出る水分だけで煮ていきます。1分くらい中火で煮て、蓋をし、弱火で30分ぐらい煮ていきます。パンチ塩と八角などがある場合入れていきます。15分ぐらいしたら軽く混ぜて上下を入れ替えておきます。30分したらじゃがいもの火の通りを確認します。箸などを使って刺さるようであれば OK です。スライドしたインゲンを入れ、完成です。皿に盛り付けます。じゃがいもにしっかりと味が染み込みます。入れたニンニクも香薫になっていて美味しいですよ。無水なので旨味がたっぷりです。これで中華風肉じゃがの出来上がりです。このチャンネルでは簡単なまかない料理や本格的な中華料理の作り方を紹介しています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどがありましたらコメント欄にお願いします。最後まで見ていただきありがとうございます。また次回よろしくお願いいたします。